悪党は薬丸学による日本の小説。野生時代の2007年11月号、2008年3月号、5月号、8月号、11月号、2009年3月号に掲載された。2012年にはフジテレビ系の金曜プレステージ枠で、2019年にはワウワウの連続ドラマ W 枠でドラマ化。姉を レープ事件で殺害された過去を持つ、私立探偵の佐伯修一は、依頼人からの様々な依頼をこなしながら、かつて姉を死に追いやった元少年の三人の行方を探していた。ある日、ある老夫婦から、11年前に息子を殺し刑期を追え出所している加害者を探し、彼を許すべきかどうか、その判断材料を探してほしいとの依頼を受ける。2012年11月30日に金曜、 プレステージ特別企画として放送。滝沢秀明と渡里哲也は2008年11月に放送されたテレビ朝日系ドラマ告知せず以来約4年ぶりの共演となり2012年11月23日に行われたこのドラマの完成披露会見にも揃って出席した。視聴率13.1%。キャスト佐藤千学、吉田智則、飯沼千恵子。 大橋十三、谷本はじめ、田実洋子、豊福宝彦、草野即、人志、加藤光、島崎信夫、小西茂弘、池崎美和、清水和樹、日野清健太、森聖也ほかスタッフ2019年5月12日から6月16日まで、ワウワウの連続ドラマ W 日曜オリジナルドラマ枠にて、悪党、加害者追跡調査のタイトルで放送。 東出正大は連続ドラマ初主演。キャストスタッフ悪党に関するカテゴリー。悪党、加害者追跡調査に関するカテゴリー。ありがとうございます。